うございます。あれですか。おはようございます、すいさん、おはようございます、すいすいです。あのですね、今日は、皆さんに取材が来てます。取材が、お緊張してんの緊張してんの、大丈夫。クイックジャパンのね、はい、方々からちょっと取材が来てて、なんとですね、結構載せてくれるらしいですよ。はい、表紙、いや、表紙ではないですね表紙ではないですね、表紙ではない、表紙ではない、表紙ではない。ちょっと準備ね、はい、今ちょっとしててください。よろしくお願いします。クイックジャパンの取材チームで、今日 3名で参りました。はい、よろしくお願いします。お願いします。8月の26日に発売されるクイックジャパンの151号で、今回第2特集っていう感じで15ページほどちょっとご用意させていただきました。はい、なんかインタビューとか写真とかもろもろいっぱいちょっとご協力いただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか今の活動に繋がっているような作品がもしあれば、いろいろとお話しいただければと思ってて、もう中学生の頃これめっちゃ好きだったわとか、このゲームめっちゃやり込んだわとか、多分そういうのがもしかしたらその第2グループさんのその動画にも結構影響があるのかなとか出して、あと読者も単純になんか第2グループさんこういう映像を撮ってる中でなんかどういうものを見てなんか育ってきたのかとか、どういうものから影響を受けてきたのかみたいなのは割と気になるテーマかなと思うので、結構編集凝り出したのが大体心霊スポットの企画が一番最初なんですけど、はい、その心霊スポットに関しては本当に何もモデルもなくただ単にこれは何もなかったよね。なるほどね。なんかオープニングだけなんか海外ドラマ風にしたいって感じで岩田が作ってたぐらいですか。オープニングを掘り始めたのか。そうですね、確かオープニングとエンディングを作って、はい、次回予告を入れ始めたのがここら辺かっていう感じで確かにあんまりここはなくて、この、逃亡生活ぐらいからちょっとがっつり24を意識するっていう感じで、1週間逃亡生活のアメリカはい、になるとどう変わるんですかね。アメリカ編になるとがっつりなんか今までのパート1とすごい変わったのはなんか笑えればいいみたいな動画の作り方から、はい、なんかあんまりこう笑いの面白さというよりもなんかこうちゃんと鬼ごっこのこの逃亡生活の、ゲーム性をにフューチャーしていこうみたいな感じが強くなったんで。1作目に比べるとナレーションで強引にこうフレーズで笑いを取りに行くみたいなことが減って、どちらかといったらなんか一本の、そういうなんかドラマとかストーリーとしてなんかこうどうなっていくんだろうっていう面白さっていう方を、になんか注力していったって感じですね。でも音とかに関しては、まあ、結構いいのがやってる部分あるんで、その音の使い方がすごい海外ドラマっぽいなって僕は感じましたけど。じゃあちょっと詳しくお聞きしていいですか音とあとオープニングも多分違う、はい、そうですね、まあ、オープニングは、まあ、最初の方は割としっかりその最初に見る人のために分かりやすく作るっていうのを意識するんですけど、なんかパート4ぐらいから結構なんか自分の好き勝手やりたくなっちゃってってのと例えばなんかブレイキングバットっぽいやつ作りたいなとか、なんか自分の好きな海外ドラマをちょっと意識というかオマージュするような形のオープニングを作ってますね。具体的にさ、ブレイキングバットっぽいとこって何かあったの？そのね、砂漠とあとその曲、砂漠が多いんだよね、ブレイキングバットってすげえ。砂漠のパート6のオープニングってこと？そうだね、ゆったりとした感じのメロディーが、メロディーにその一人で
立たせてるっていうこの辺がブレーキングだと思います。もしこのビデオを誰かが拾ってくれたら僕の家族にタグ。ブレーキングバット見たことないんだよな。なんか例えばめっちゃやり込んだゲームとかでも。うーん。いつも何のゲームやってるんですか。いつもそうですね、リーグオブレジェンドっていうのよくやってます。それ広がんないと思う。これは多分これで終わる。リーグオブレジェンドが何も繋がったよ。ただやってるゲームだから、ね、結構なんかゲームのマップって複雑なものを一気に表さなきゃいけないのに平面的な感じなので、そのこの要素を見ると、はい、まあなんか大事なものは出さなきゃいけないけど、いらない部分はもうノッペイとしてでもいいのかなっていうところはありますね。あの自分の編集の時にその白と呼ばれた時に意識したのとかありますか。はい、あの他の動画でもいいんですけど。あーでもなんか基本的になんかこうなんか使いたいとこ全部こう使ってったらめっちゃ長くなるんで、はいはい、割と何回も見て、うん、なんていうんですかね、なんか因数分解みたいな、こことここはまあこれでいけるかみたいな、はい、ナレーションだったりなんかでやったりとかは気をつけますかね。ここはナレーションとアニメーションでいく。なんか長くならないようにと、なんかダラダラしないようには一応気をつけちゃいますね。なんか具体的にその好きな作品をイメージして。いやでも白に関しては割とイーノだったり岩田が作った、うん、フォーマットっていうか最初に作ったやつに割と寄せるようにしてますね。須藤さん好きですか。プリズムレグですか。僕見てないんですよ。僕見てないんだよね。僕はあんま海外ドラマ見ないんで、見たとしてもなんだろう、ここ最近だとザ・ハンドレッドとか。ザ・ハンドレッド何で見たんですか。それネットフリックスです。作風的に似てるかもしれない。まあ、あんまり 僕が言った発言はあのっていうか鳥発言っていうか、まああんまり鳥大丈夫だ。あんまりなんかそのなんていうの、海外ドラマとか見ないんで、うん、ありがとうございます。じゃあそんな感じでちょっと撮影の方に。はい、はい、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当はもうちょい顔を起こしましょう。はい、じゃあ、いいですね。あとカメラもちょっと、はい、はい、カメラを見ていただきます。すげえな。はい、はい、大丈夫そうですか。めっちゃ雑誌。うん、どうですか。俺の顔が生えてるよな。すごいね、いいね。これはありがとうございます。はい、ありがとうございます。でちょっとあの洗濯物側の方からダボと向いて、あライトはで携帯見てるのとカメラ見てるのと2カットですね。すげえすげえ、ラストが入る、ラストから入るんだね。すげえ、気持ち感を上げますね。しかもなんかシャープになって感じだね。ね、くっきり。うん。色味もいいんだよね。目線もちょっと上バージョン見てなくていいね。はいはい。あ、そうっすね。じゃ目線向こうさ。目線向こう。はい。福士さんみたいですね。はい。OK です。あ、もうちょっとリラックスした感じ。もうちょっとなんか趣味で音楽聴いてますみたいな感じで。あ、今の感じですね。片手で。それでカメラ目線も欲しいです。
ミサさんじゃマップ、はい、用意する。ああ、かしこまりました。iPad、 iPad か。作曲のやつでいいんじゃない？ちょっと回して。ああ、確かに。ピアノで。ピアノ弾けねえよ。いや、いつ調節するやつで。インターフェースとか。最後、加藤さん、あ、でも一応キリッとした感じの音がする。はい。それに。小室哲也みたいな。よし、クリ。わかる、これも。あ、カメラ目線いいですね。こんな感じ。おお。はい、あ、じゃああと最後、今のでこれなしのバージョン最後でなんかもうちょっとなんかリラックスしてる感じでなしのバージョンですね。どうすか、会社立ち上げてばかりの社長みたいなで、カメラ見てください。皆さん、これはちょっとなしかもしれないです。ちょっと前のめり、そうですね、あ、ちょっと前のめり、ビジネス系 YouTuber 始まっちゃった。さっきのでトミーさんから。トミーさんから行きます。はい、全然岩田さん、土井谷さん、ちょっとじゃあ外れていただいて、すいません、お願いします。はい、はい、じゃあ終わったりなったんで、はい、挨拶だけ最後に。失礼します。失礼します。ボツーカメラ。ボツーカメラ。今日ありがとうございました。いや、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ちょっとだけなんか、あの、はい、サブチャンネルですけど、お話だけいいですか？はい、全然、お話、ここでダメって言ったらびっくりでしょ。あんなにお話してて、ちょっとお話 NG なんですよね。いや、サブちゃんのカメラのクオリティじゃないよ。最近買ってなんかもう使いたくてしょうがない。ああ、そうなんだ。はい、え、なんですか。今日ありがとうございます。それを言いに来た。いや、全然。いや、嬉しかったですよ、普通に。本当ですか。はい。普通になんか僕クックジャパンで連載してるんで、はい、なんかそこになんか。同業の人が特集されて一緒に対談はめっちゃ嬉しいですね。まあ、一回あのご飯行って、ああ、そうね、はい、いろいろ、いやいや、あとよろしくお願いします。全然伝説は聞きました。どんなに伝説聞きました。なんか都内から千葉、うん、千葉の片田舎までタクシー代いただいたって。いやそれはね、都内に来てもらったからね。そうですね。しかもなんかこう帰りもなんかあの、あ、もうタクシー取っといたからみたいな感じで。いや、もう取っとくでしょ、そりゃ。それはタクシー乗って、うん、いや、これ俺でも自分でタクシー代帰っていくらなんだろうと思ってたら、あ、もう富永様からいただいておりますみたいな感じで。いやらしくない、俺がじゃあ宅代渡すわってバーッと渡すの嫌じゃない。普通になんか渡してる、最初から渡して。いや、普通だって千葉からだってどこだっけ、あの時渋谷ぐらいまで来てもらって。そうですね。それで時間的にも多分終電なかったのかなって、あるか分かんないけど、その時間で電車乗って帰ってって酒飲ましてると言えないなっていう。あ、まあ、いや、ありがたいっすわ。いや、全然そんなか。この後ってなんか結構忙しい感じなんですか。この後、はい、この後はちょい、そうね、忙しいっちゃ忙しいね。なんで、いや、また飲みに行きましたから。いや、全然、ま、今度、今度全然、はい、今度行こうとしたら行きましょう。お願いします。え、何それ言いに来たの。もう全然いつでも、みんなと行ってないからね。それで言ったらね、みんなと行きたいね。それで行ってほしいです。それみんなで行こうとしたら、はい、今日はありがとうございました。ありがとう。はい、
応援してます、すごく。ありがとうございます。日村で見てたんで、あのさ、こうハマっちゃって、普通にあの樹海のやつとか、その前のやつも。本当ですか？アメリカのやつも。へ、いや、これってさ、このカメラで撮ったわけじゃないでしょ、この樹海のやつって。これ樹海は違います。違うよね、はい。え、カメラとか多分他の YouTuber とちょっと違うんだろうね。あー、どうなんですかね。でもこれぐらいだと思いますね。GH5 なんで。あ、でも GH5 か、うん、GH5 でログで撮って色入れてるんで。まあ、でもそうだよね。あそこの色おかしいもんね。そうなんですね。これでも初めて使うから、この色合ってんの。合ってるよ。サブちゃんもなんか見たんだよね、あのさ。本当ですか？そう、あの、なんだっけ、あの庭をさ、めっちゃさ、改造してたやつみたいな。サムちゃんに出ていただいてるからね。確かに。確かに。じゃあまたなんか、いや、僕はぜひなんか、もうちょい第二グループを100万人とか超えた後に、言ってたよね。いろいろこう、出演していただいたりみたいな。全然出るよ。チャンネルにしたいんで。いやいや、全然出る。いつでも出るよ。どうする？あげるの。全然出る。みんな出たいんじゃないかな。俺、ご飯行く他の YouTuber とかみんな出たいって言ってるけどね。どうすか、普通に出たくねえ。だってでもなんか僕らが思うのは、うん、コラボになんないと、うん、結構一方的に時間奪ってこっちの動画だけ上げるってあるじゃないですか。でもさ、コラボ俺とかも、俺らも出てもらうだけのこともあるけど、はい、コラボだにしちゃうとさ、なんか気全然張らなきゃいけないじゃん、はい、出るだけだったらめっちゃ気楽。あ、そうなんですね。自分が出たいチャンネルに出れたっていう、普通に出たいけどな。みんな出たいと思うけどね。どうですか。あと拘束時間だけな。まあ確かに。どんくらいなの？いや、長いな、1週間とか絶対無理なんで。1日拘束でも厳しいですもんね。でも確かにそういう人は多いかもね。そうですね。前々から言っとかないと。いつでも絶対呼んでいただけたら、ご縁があれば。全然出るよ。俺全然そんな硬い感じじゃない。俺全然出るよ。対談も全然 OK だし。なんか、なんか緊張してたよね、終始。いや、してますよ。終始なんか緊張してたよ、なんか。僕は YouTuber の方とも合わないし。あ、いや、そうか。会ったってなったらやっぱ、トップの YouTuber だしみたいな。いや、でもなんか対談なのになんか俺めっちゃ喋ってて大丈夫かなって。すごい。多分僕らが喋らなさすぎてそう、間を埋めようってめっちゃなんかこう、一回お二方どうですかって、その二つ、トミさんとその大グループどうですかって聞かれて、いかこう俺呼ばれてるかとか待とうと困ってあ、行かないかって俺行こうみたいな感じだったから緊張したのかな。俺らから行くべきなんだろうなっていうのをすごい感じてたんですけど、なかなかいや、まあね、そうってなって、じゃあって喋ってくださったんです。いやいや、ね、なんか大丈夫かなと思って。俺喋りすぎて、僕もこれ仕上がりちょっと不安だよ。まあちょっとね。でもまあそれも人間味だからね。そのなんかみんなに伝わる訴えかける何かはあるんじゃない、その緊張しててみたいな。ちなみにラジオやってるじゃないですか、うん、ラジオでそういう時ってあるんですか？いや、全然あるよ。間がやべえみたいな時。あ、間がやばいは2人ともめっちゃおしゃべりだからないけど、YouTubeと違ってなんかさ、はい、カフってのがあって、こう上げて喋り出してたり、こう決まったセリフがめっちゃあるから。俺あの前、3回ぐらい前、はい、あの時刻は3時になりました、ナインティナインさんお疲れ様でしたって最初に言う文言があるけど、はい、それ一文字目噛んでぐちゃぐちゃぐちゃ、ごめんなさいって1個目のそのオンエアが、あ、事故が、あ、ごめんなさい、ナインティナインさんお疲れ様でしたっていう放送事故を全然やるぐらい緊張はする。緊張ってなんか慣れない場すぎて。あ、それもでも放送されてるってこと？全然されてるよ。へ、だからもうもうトレンドっていうか、そのツイッターとかで事故だみたいな、あ、事故ったみたいなめっちゃ言われるし。でも間がやばくはなんないけど、戸惑うのはめっちゃ。ガチで喋ることない時とかないですか？いや、どうなんだろう。おしゃべりおじさんだね、多分2人とも。しゃべれちゃうんだね。そうか。YouTuber でコンビの人ってあんまりない。うん、私、そんなになんかこう、しゃべり、クリエイター気質の人はね、あんまね、こう、しゃべりまくるみたいなイメージじゃないよね。あ、僕、個人的に興味あるんですけど、水溜りさんって大学の頃、そのお笑いサークルやってたじゃないですか。うん、その時ってコントやってたんですか、漫才やってたんですか？あ、コント。あ、コントなんですね。お互いに他のコンビがあって、
お互い漫才やってたんで、はい、でコントやりたいなってなってやっぱその三ツ矢ボンドを、まあ、急遽組んだんだけどその時にせっかくだからコントやろうぜってコントだけやってた。あ、そうなんですね。そうそうそう、もう全然なんか漫才はあんまない、役割的に最後なんかトリをやるようになって引退前はトリでコントちょっと閉まんだいぶ閉まんない感じになっちゃうから、あてか、うん、やっぱ漫才の王道なんですか。だしなんかねやっぱ大学生しか見に来ないからコントあんま知らないって、あもう漫才って言ってるの、もうネタのことをもう漫才やってるって言ってるからもうコントでだよって否定するのもめんどくさいし、なんか普通に漫才が王道だから漫才が最後。そうなんですね。それ以外はコントをずっとやった。そうそうそう。大丈夫ですよ。結構取れた。大丈夫。あ、全然、はい、いつでもサブチャンでも取りに来て、そしたら。ありがとうございます。硬いわ最後まで。硬いわ。オーラが。いやいやいや。割と硬いわ。もう